これ、不思議な食べ物だね。あまり美味しくはないけど、食べてる時に全く音がしないから、それが気になってついついもう一つ、でテカドサル見ちゃうよ。うん、俺も完成した時はびっくりしたよ。もっとこう、サクって感じの音がするように作りたかったんだけどさ。もそっとした感じがするから、ちょっとは音がしてもいいはずなのに、一体、材料に何を使ったの？ないんだ。言えないって、まさか、変なもん入ってるわけじゃないよね。よだけの前でならいくらでも言えるけど、姉さんにはとてもじゃないけど教えられないんだ。何それ、どういうこと？僕には言えてイオンには言えないってどういうことなの？大丈夫だよ。箱の裏の成分表を読めば、何が入ってるかすぐに。つて、ダメだよタットリア。成分表を黒く塗りつぶしたら、お店で売れなくなっちゃうよ。大丈夫だよ。これは信用できる限られた人以外には売らないものだから。それに、もしもこれの成分がバレたりしたら、ここにいられなくなると思うし。マジで、何を入れたの？っていうか、食べても平気なものなの？その点は問題ないよ。このサイレントグリーンは、栄養価ゆっくりで体に害はないからね。でも、バレたらまずい成分なんでしよ。一体、何か割れてるの？想像、俺もそう思うよ。それに、姉さんやビオは自分の炉に入るものは、何でもかんでもしっかりと成分を確かめるの？店で出される料理の成分とかも、確認するまで食べない。それは、確かにしないけど。っていうか、店で出されるカリは基本的に何が入ってるの？目でわかるでしよ。これは緑色の固形物で、何が使われてるのかが全く謎だから気になるんだよ。けど、これだって一応俺の店で作った、れっきとした食い物なんだぞ。だから、普通の飲食店で出される料理と同じように、成分のことは気にせずに、ただ美味しく食べてほしいんだよ。根本的な問題として、美味しくないんだけどね。本当に、体に害があるものは入ってないの？うん、それは約束するよ。姉さんにそんなもの、食べさせられないし。そこまで言うなら、もう聞かないけど、でも、やっぱり気になるよ、右。